今日もいい朝だな。でもなんかいつもより体が軽い気がするんだよな。いや本当になんか、あ、やばい軽い、やばい軽すぎてめっちゃ飛べる竜はい、ということでどうもこんにちは。今回やっていくマップは大ジャンプ生活からの脱出ということで、まあ薬をやったらジャンプ力が上がっちゃったっていう脱出マップです。大ジャンプ生活からの脱出、含まれる要素の時アスレチック、ウサギのようにジャンプ、レッツゴー。あ、こっちかずっとこっち開くと思ってたってことで、茶番で先飛んじゃったんだけど、めっちゃ高いんだよねこれ。これ何倍なんだろう、まあ、何倍か分かんないけどめっちゃ高いってことで超ダメージ食らうしね。数字が書いてあるね。あそこが1で、ここが2で、あ、3向こうかな。まあ1から行くか。あ、これ不用意にジャンプしないこと大事だわ。あ、いけないし、3もいけないね。で5もいけない。これ上か、もしかして上からか。ふい、あと下に道ある。でも上は、あ、でも全部閉まってね、こっちも。うん、閉まってるね。じゃあこことか。でもあれもさあ、こっからあそこの中行けそう。あ、行けないわ。え、あれ、これ落ちても死なないかな。これでも水じゃないもんね。あ、今溶けなかった。あれ、あ、今ガラス割れなかった。あ、割れてないわ。いや、割れてる、ほら。あ、水変わってるわ、これ。あ、そういうこと？さっき変わってたの。なるほどね。あー、じゃあこれ、水の時に落ちればいいのか。ここら辺やろ。はい。水の時間、一瞬過ぎないか。おい、一瞬すぎるって。しかもさ、あ、今回死亡回数書いてあるからさ、また。よくないわ。今、枯れ！おいし。あ、やべやべやべ。これ知らない？大丈夫？あ、オッケーオッケーオッケー。チェストがあるね。あ、いや、ちょっとちょっとちょっと。非エメラルドブロック。あ、これで、1のとこに入れるのか。オッケー、やっとスタート。はい。まあ、多分アスレチックとかだよね。で、まあ、多分これは、この奥の、これに、着地すると。これはね、まあ、1だからね、まだ。余裕だわ。さすがに。オッケー。あ、な、細くない？あ、ポッキーみたいになってるわ、こいつ。おい。はい。はいはいはい、あべ、おい、細すぎだろラスト。はっ、オッケーで、オッケーオッケーオッケー、意外と2回目でいけた。でこれで新たなエリアが解放されたと。多分2だよね。あ、オッケーオッケーで、2が弓、あー、ジャンピングショットもしかして。いや、これはね、いや、僕 FPS やってたからできる全部外してる。はい、あ、オッケー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 。はい、あ、待って、これ死ぬ。はい、これで決める。よし、これで3が解放と。オッケー、3ね。これは謎解き？漢字4文字。あ、漢字4桁。これなんだ？なんかが、このなんかの3色が全部緑になってるんだけど。あ、変わってる。うん。あー、なるほどね。OK。理解したわ。これ、実況者なのに喋らずに頭の中で理解するっていうね、よくない。
だから角がオレンジか紫かピンクか赤になってるんだよね。で真ん中のあのガラスの中の生き物かなを当てるのかな。だからまずオレンジと紫か、紫が紫、あ多分これだよね、ここだよね、キツネか、キツネで紫とピンクの間がオオカミで、あそこか、あぶね、あそこカメでしょ、ここカメ、赤とオレンジが何あれ、ここが猫か、ここがキツネ、キツネカメ、オオカミ猫、キツネカメオオカミ猫、オッケー、4は、あこれもしかしてさ下見えないけどドロッパー、あドロッパーだ、あでもこれぐらいなら嘘でしょ、ここも変わるやつなの、これ運ゲーもしかして、あいやここ乗ればいいのか、水一瞬すぎるだろ、水ここら辺ここら辺ここら辺、完璧、あこれ絶対遅い絶対遅い絶対遅い、いけたー、いけたわ、オッケー、にこれも2回目、オッケー5、あれ細いなさっきより最初から、まあまあまあでも1回やったからね、1回やったから多分余裕でいける。あーちょっと待って、鉄格子無理かも。鉄格子無理じゃない？お、いける。絶対足ついてないけどね今の。はっ、はっ。はい、オッケー。でラストが。よーし。アスレチックなんか全部2回ぐらいでいけるわ。やっぱ上手くなってる。意外と死亡回数少ないんじゃないですか？いや13でも多いか、ラスト、なに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 、ん、なになに、どうすればいいんだこれ、あ出てきた、これさもしかしてさ回数耐えないとダメなやつ、あそういうこと、赤になった瞬間飛ぶだけか、はい、いやさすがにいけるわ、これ早送りだ、よーし、マジかよ、あと何回、1、結構いる、もしかして、え10回ぐらいやんなきゃダメ、もしかしてこれ、うわ9回か10回やんなきゃダメだ、よーし、結構さ赤になったから割れるの早いから一瞬でも遅れたらこうなっちゃうです、です、よし今度こそクリアするぜ、オッケー今度こそ、1回目危な危ないよ、もうああいやちょっとさ5回目4回目あたりから絶妙に集中力が途切れるってわけじゃないんだけど、なんかむずいんだよね、しかも緩急つけてくるから、なおち押してるって、は？え、黄色飛んじゃダメ、もしかして、え、嘘でしょもう、あ、違う、上開くのか、オッケー了解した、オッケー次黄色、多分次黄色、なんでここだけでさっきまでの6時です、ここだけでさ、さっきまでの録画時間越してるんだけど、
あーもうちょっと飛んじゃった、間違えた間違えた。オッケー、多分次切ろう、今度こそ。よしよーしよっしゃー、もう無理。オッケー、これで。おい6むずすぎだろマジで。行かれてるって、もう超むずかったわ。へい、よーし、ゲームクリア。飛躍の一因になるでしょう。あーこれあれか、あの年始めあたりの作品なのかな。あ、今ジャンプ力が普通に戻ってる。薬の効果が切れた。ということで最後までご視聴ありがとうございました。皆さんもね、ぜひこれいい反射神経とかのトレーニングになるんでやってみてください。まあ有名な方たちの作品だから多分やったことある人はいっぱいいると思いますけど、概要欄にねリンクあるんで、よかったらやってみてください。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。